アメリア軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12,690人であり、2000年の11,400人から11.3%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のアメリアコートハウスであり、同軍に法人化された町はない。 アメリア軍は1734年と1735年の議会法により、プリンスジョージ軍とブランズウィック軍の一部を合わせて設立された。軍名はイングランド王ジョージ2世紀の娘、プリンセスアメリアにちなんで名付けられた。アメリア軍は新軍の創設のために2回領域を減らした。まず1754年に、軍内からプリンスエドワード軍が設立され、 1789年には、ノットウェイ軍が作られた。南北戦争の時、南軍のロバート・イーリー将軍とその軍隊が、1865年4月4日と5日をアメリアコートハウスで過ごし、その後、アポマトックスコートハウスで、ユリシーズ・グラント将軍の北軍に降伏した。この戦争最後の主要回戦は4月6日に起きた、セーラーズ・グリークの戦いだった。アメリア軍は、 モアフィールド鉱山で見つかったアマゾナイトが国内最大の産出量であるなど鉱物資源で知られている。アメリア軍祭には世界最大のジャガイモパンケーキが出される。これは1986年にドイツ系アメリカ人奨学資金を集めるために始められた。重さは2.25トンあり、トラック4台分のジャガイモが使われる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は359平方マイルであり、このうち陸地357平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.49%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。週刊誌のジアメリアブレティンモニターが1973年から軍内で発行されている。ありがとうございます。